皆様、こんにちは。お元気ですか？本日はですね、ラスベガスにあるアメリカン・インディアン・リザーベーションに行きたいと思います。アメリカン・インディアン・居留地、日本語で居留地です。そちらの方に行って、ちょっと様子を撮っていきたいと思います。大きいね、結構有名な、花火屋さん、ファイアウォークスが売ってるとこあるんですけど、そちらに行ってみたいと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。あちらに見えますでしょうか。ラスベガススピードウェイといって何レースやってます。煙みたいのが立ってるのが見えますでしょうか。砂ぼこりが立っております。あそこでスピードレースしてます。わあすごいね。なんか近づいてる。ミリタリーのエアプレイン。わめっちゃ近い。あミリタリーエアプレインだって。わあすごい近い。到着しました。目的地です。到着しました。こちらにね、花火が売ってるんですよ。倉庫みたいなところにね、あるんですが、ちょっと中に入ってみましょう。周りはね、こんな感じ、砂漠の中にポツンとある感じですね。カジノ、スモークショップ。モラパーパイユーツ。That's a Native American, or Native Indian.Native Indian. Seal of Monapa, band of Paiutes. Okay, you wanna go inside? Yes. じゃあちょっと中の方に入っていきましょう。入ってまずね、こんなお酒とかあります。お酒とかあとはストアになっております。ナイスクリスマスツリーあります。素敵。こちらもお酒がいっぱい。あ、メリークリスマス。メリークリスマス。かわいい。あ、前ここ、ギフトショップお店がね、あったのに、これしかない。変わっちゃいました。去年も来たんですよ。インディアン、こういう、ね、ネイティブアメリカンジュエリーが、置いてあります。かっこいい。あ、こっちの奥はカジノになってますが、クローズ。ジュエリー売ってますよ。かわいいね、アメリカン・インディアン・ジュエリー。ネイティブ T シャツ。モーナパ。ね、こちらが。ネイティブアメリカン。カフェもあります。エリア51。エリア51。はい。で、こちらね、倉庫みたいになってるところに、ファイアウォークス、花火がたくさんあるんですよ。あ、No video picture, film. ああ、残念ながら、こっから先はビデオ撮れません。今ですね、旦那さん待ってるんですけど、来ないんですよ。ファイアウォークスのあっちね、倉庫なんですけど、倉庫の中ビデオとか写真撮っちゃいけないって言うんで、ちょっと、しかもね、寒いんですよ、中。なんか、ジャケットちょっと車に置いてきちゃって、今すごい寒いって出てきちゃって、でもなかなか旦那さん出てこないんで、はい、外で待っております。あちらの奥に、もう大きい倉庫があります。山積みになっておるんですが、中ビデオ撮れないのが残念です。旦那さんを待ってる間に、こんな感じで動画撮っております。こんなカードとか、お土産みたいな感じのグッズがありまして、こちらには、ちょっとした食べ物とコーヒー、飲み物。今日のファッションです。三つ編みに、ね、この昔、すごい昔に履いてたブーツ、まだ持っております。
ニューバック。はい、先ほどのお店でですね、ファイアウォークス買いまして、目的地の、はい、ファイアウォークス買いまして、旦那さんがもうね、大喜びして、もうね、キャンディーショップ、子供がキャンディーショップにいるかのように、キズのキャンディーショップみたいにね、もうはしゃいだって、もう全然出てこなくて、私は、私待ってたんですけど、全然なかなか出てこなくて、やっと出てきました。はい。そしてそこでね、ビール飲んで、お昼を食べようとしたんですが、クローズしててね、何にもなかったんですよ。ビールも飲めないし、お昼も食べれないし。なので、この辺何もないんですが、ちょっとユタの方に今向かっております。ユタの方まで行くかどうかわかんないんですけど、ノースの方に向かっておりますので、そこでもし何かがあったらまたご飯食べたいと思います。お腹空いております。アリゾナ州に入ってきました。今ネバダ州からアリゾナです。州越えてしまいました。すごいですよ。この絶景見てください。今この山の中を、山？崖？すごい。この中をぐーっと入っていきますよ。絶景ですよ。すごい。アリゾナ州です。うわー、迫力ある。この迫力伝わるでしょうか？今ユタ州に入ってきました。アリゾナからユタに来てしまいました。あっという間に今ユタ州に入ってきてね、レストラン探してるんですが、日曜日なんですよ今日は。で、開いてないんですよ。すごい、見てください、迫力あるわ。ようやく見つけました、食べれるとこ。そしてビールがあるところ見つけました。ユタ州はあんまりビールが置いてないところが多いみたいです。Okay, ですか？とりあえず行ってみます。やっとたどり着きました。こちら、入っていきたいと思います。お腹すいた。もうお腹すいて喉乾きました。何あるでしょうか？アメリカンですよ、きっとね。ちょっとメニューを見ていきたいと思います。はい。とりあえず今ビールオーダーしましたので、飲みたいと思います。そして私はこちらのレモンガーリックのシュリンプ食べたいと思います。 OK, thank you. おー、美味しそう。イエーイ、ブルームーンにしました。おこぼした、こぼれちゃった、冷たい。イエーイ、改めましてイエーイ、イエーイ。ユタ州のホテルでは一切アルコールが提供してないそうです、レストランでは、まあ、全部ではないですが、提供しているところはありますということでした。そしてですね、本当にね、私たちはね、毎回のことなんですが、計画性全くないんですよ。もう人生計画、行き当たりばったり人生ね、二人とも。だから、ま、気があったんだと思うんですが、今回も、こちら、ユタ州に来るのを全く計画してなかったんですよ。ちょっと、ね、ラスベガスのノースの方に行って、ちょっと花火買いに行くということが、ここからまた、アリゾナに行って、アリゾナからユタ州に来てしまったというね、行き当たりばったり人生、ね、旅、まあ、いいんですけど、まあ、それはそれで楽しいんですけれど、一応、レストランバーの中はね、こんな感じになっております。こういう感じ。皆さんね、なんか盛り上がっております。あ、見てください。あそこにバッファローいますよ。バッファローがいる。ですね、なかなかね、料理がまだ出てこないんですよ。今ね、待ってるんですけど、なかなか出てこなくてね。料理がね、なかなか来ませんので、もう一杯飲みます。料理が全然来ませんのでね。とりあえず飲んで待ちます。私は運転しないので大丈夫です。We went through three states today. Yeah, Nevada, Arizona, and then Utah. My main reason was to go to get some hanabi, and then we were hungry, so. Wow, 見てください。美味しそう。すごい。私のお出したのはこちらです。
旦那さんのは見てください、フレンチフライにシュリンプ、エビでしょ、その下にご飯があります、ベジタブルもちゃんとバランス取れております、美味しそう。はい、今ですね、ビールも飲んでご飯も食べました。見てください、後ろすごく綺麗じゃないですか、夕焼け、なんかすごい綺麗。これからね、ラスベガス、家に帰りたいと思います。ここからね、2時間半ぐらいかかるんですよ。旦那さんに運転頑張ってもらわないといけません。頑張って。私は途中で寝ちゃうかもしれません。ごめんなさい。いや、でもなるべく起きていようと思います。では帰ります。見えますか？すごい、すごい綺麗です。わーい。そしてね、こちらは夕日、あれ、夕日が綺麗。うわー、素敵ね。早く帰らないともう真っ暗になっちゃう。ラスベガスに向かうぞ。アリゾナ州入りました。ちょっと看板が見えにくかったですが、今ね、ユタ州からアリゾナ州入りました。アリゾナを越えてネバダ州戻ります。戻ってまいりました。ユタ、アリゾナ、そしてネバダ州、やっと家に、もうちょっとで到着です。